はい、おはようございます。土地のたけし農場です。三菱のコンバインなんですけど、ベルトの交換、修理終わりまして、昨日ね試し狩りしました。ただ試し狩りしたんですけど、前日雨降って、午後から始まったんだけどね、藁が湿っててうまく上がってきませんでした。で、無理にね、やっても壊れちゃうんで、まあ、ぐるっとね、田んぼを一周して、ヘリ狩りだけでね、終わりにしました。まあ、一応ね、異常なく、機械が動いてるっていうのをね、確認できましたので、はい、試運転の方は終了っていうことでね、引き上げてきました。で、今日ね、改めて、一応ね、去年終わった時に注意はしたんですが、オイル交換だけね、しませんでしたんで、これからね、まずオイル交換したいと思います。で、今回はこれテイク2ですっていうのはね、ドレンボルト間違えましてね、違うところを外してて、あれと思ったらね、間違ってました。はい、隣のボルト外しちゃってね、オイルが出てこねえって頭、朝から頭真っ白になったんですけどね。はい、今回はね、多分間違いないと思うんで。はい、ちょっとね、カメラからですと見えないんですけど、ここの奥の方にね、ボルトがあります。で、エンジンはこの隣、ここなんですけどね、ちょっとずれてるんだよね。で、自分が勘違いしたのは、このエンジンの真下なんで、ここかなと思って、ここ外したら、これはステップのネジでした。この隣についてたんだよね。はい、今度は間違いないと思います。はい、で、これを、よいしょ。お、だいぶ、ああ、取れた取れた。あまりきつく締めるとね、頭舐めちゃうんでね。お、そこそこにしとかないとね。出てきました。いやね、さっき焦ったのよ。いや、たらたも出てこないからね、あれと思ったらね、間違ってました。隣のボルト外してました。よっこいしょ。うわ、だいぶ汚れてますね。はい、じゃあオイルね、抜いてる間にオイルの準備をしたいと思います。で、あのね、今給油、エンジン側の給油口の蓋開けてません。で、多分ね、この動画を 見た人は、あの蓋開けると、早くオイル抜けるようなんてね、余計なおせっかいしてくれる人結構多いんですけど、特にね、時間がかかるだけなんで、たけし農場は、オイルのキャップですね、エンジン側のキャップは開けないでそのままやっちゃいます。まあ、どっちみちオイル入れるとき開けるんでね、はい、それからでも間に合うのかなと。で、このステップを下ろさないと、このエンジン側のね、カバーが外れないんですよ。っていうのもあるんでね、はいはい、今回もエンジン側のね、キャップは外さないでやります。じゃあ一旦ここでね、動画止めます。はい、オイルがね、抜き終わりましたので、これから入れたいと思います。で、使うオイルは、スミックスの SL っていうグレードですね。粘度が 10W30 になります。よいしょ。はい、で、これがね、コンバインのエンジンカバーをね、ちょっと斜めにして、エンジンルームにアクセスします。はい、これがエンジンですね。よいしょ。3気筒エンジンです。これ何 cc だったかな、 1000cc 近くあったのかな、900何 cc だったような気がしましたけどね。はい、のここですね。
はい、この奥が、給油口になっております。で、エンジンオイルは 3.6 リッターです。その都度ね忘れてしまうので、ここにラベル貼りました。はい、ということで、ここへ、今から 3.6 リッターオイルを入れたいと思います。よいしょ。よいしょ。で、一応ね、今 1.5 リッターだけね、取りました。はい、オイルをね、入れている動画撮れないんで、ここで一旦止めます。オイルのね、注油が終了しました。3.6 リッターですね。で、ちょっとね、アッパーレベルよりもちょっと上になっちゃったんですがね、まあ、許容範囲ということで、このようにします。抜いても、まあ、本当の数十 cc なんでね、このまま使っちゃいます。特に問題はないと思います。まあ、足んないのと多すぎるのどっちがいいんだろうね。よくわかんないけど。はい、ついでにね、このダイナモのベルトですね、とか、LLC も点検しました。 LLC もね、ローとアップの中間ぐらいなんでね、今回はこのまま様子を見ます。まあ、途中でね、エンジンルームも開けて、このね、スクリーンの清掃とかってのもやるんで、まあね、特に、中間点検もできますので、今回はね、ちょっとこのまま様子を見たいと思います。まあ、オイルはね、変ないと思うんだけどね、使ってる間には。はい、ということで、エンジンオイルの交換は終了しました。